休憩時間に本当に休憩する新人くんに驚いています。どうすればいいでしょうか大企業の庶務をしている50代女です。最近若い新人くんが入ってきて初めての後輩なのですが、昼の休憩時間に本当に休んでいます。ロッカールームに行ったり、トイレに行ったり、庶務室にいません。なので、来客や電話があるから休憩時間は庶務室にいることと言ったのですが、今度は庶務室で携帯を触り始めました。呆れて物が言えません。私が若い頃はかじりついて昼休みも勉強してたのに、お弁当を食べたら〇〇の仕事してだったり、お弁当を食べてる時に仕事の話をすることで、 ようやく動き始めましたが今の若者ってこんなもんですかこれはどうすればいいのでしょうか管理職に言うべきでしょうかまた仕事はきっちりやってくるのですが残業代を満額つけてます月に20時間も残業代なんてつけるものではないそんなもの暗黙の了解でわかるはず私が10時間カットするよう告げ素直に従いましたがこんなことも言ってあげないといけないのかとうんざりしています私が間違ってるのでしょうか私は既婚者ですが子供がおらず若い子のことがよくわかりませんよく子持ちからは子供がいないと他人が自分の言う通りにならないということを知らないから性格がきつ くなると言われますが私はそんなことはないと思います私は間違っているでしょうかまたどのような対応を取るべきでしょうか間違っているというよりも労働基準法に準じていないと思います昼休みをはじめとする休憩時間は労働時間には含まれませんので業務を強制することは違法です新人の方の対応は何らおかしくはありませんむしろそれが本来の仕事の仕方ですなのであなたがすべきは新人の方の行動を自身の経験層や常識で咎めることではなく上司に電話や来客の可能性があるので昼休みに入るタイミングを30分ずつずらしてかな 必ず数人はデスクにいる状態にするのはどうかなどと相談を行うことではないでしょうか長く社会人をご経験されておられるのならほうれん草の重要性はご存知のはずです